左です。了解です。本当いけたね。みんな出れましたか？いえ、3台が今信号待ちです。はい、あそこは道なりです。じゃあ148へ行くの？306は聞こえた。音楽が聞こえた。うん、306っていう言葉。あとはどこで306かは分かんないけど、4キロぐらいって言っとったよね。南原町ね、南美濃原っぱでいいのかな。そうです。そこにも306って書いてありますけど、まっすぐ進んでください。曲がらないで。はい、南原町は食事します。了解です。チャンスにできるやつらが勝利をつかむのパンチや。ただいま南原町です。306は右で曲がりますか、左で曲がりますか。そこが直進です。まっすぐ。うん、ここはまっすぐだけど次です。京都越えたら147右、信号右。鉄橋を越えたら信号右です。また裏が切れました。見てください。これガードを越えて信号右だね。止まっといた方がいいんじゃないの。あ、で止まって待ってあげた方がいいんじゃないの。あ、まだ1キロ先まっすぐですから。147を右。あ、見えた。今陸橋越えました。陸橋越えた信号機を右曲がります。そのまま真っ直ぐ来てください。橋は同じかな。まだまだ。それ渡ったら長野道左頑張っててます。その長
坂の方は、はあの左曲がってください。左に N を右に渡ってください。この信号を左、長野の安曇野の看板出てます。はい、長野のですね、あ、さんのが入ってるんでね、多分ね。切れた。あ、切れましたね。ごめんね、犯人は私です。だと思った。大変ご無礼いたしました。鼻歌歌ってなくてよかったね。私じゃないってことはないと思いますけど。結構あっさりですね。それはダメ。